実はここただのプラネタリウムではござんせん。ここは妖怪プラネタリウムなのです。この妖怪プラネタリウムに足を踏み入れたあなたはとってもラッキーなのかどうか、どうぞ今からあなたご自身の目で確かめてください。普通プラネタリウムにこういう展開ない。ゲフー地盤ヤンザの完成だ。にゃにゃ第一問じゃん。イケメンになる。太陽系を見渡してもこれだけ豊かな水が地表に存在する惑星は地球しかありません。わあ、綺麗だにゃ。妖怪ウォッチ。プラネタリウムは星と妖怪がいっぱい。ゲブー。僕は死にそうです。